米田哲也は、鳥取県最白軍団篠津村出身の元プロ、野球選手、コーチ、解説者、評論家。血液型は AB 型。プロ野球歴代2位の949試合に、登板し、歴代2位の通算350勝を記録した。通算先発626登板、通算1940失点、通算1659次席点。 通算124経円、通算4561批判だの日本、記録保持者。その驚異的スタミナから、ガソリンタンク、人間機関車、タフマンなどと呼ばれる。祖父、長次郎は、海産物仲買業を営み、放棄国実業人名録に乗せられていた大志の津の代表的な商人であった。父、正明は、新潟雑貨商。米田は、美保中学校では、 陸上の総高飛びの選手であったが、卒業後は1953年に、堺高校へ進学。もともとは保守であったが、高校入学後に、牧和夫部長の、お前の顔では、投手が怖がる、逆に投手になって、相手を怖がらせるんだという言葉がきっかけで投手に転校。一年時の同年秋から本格派投手として、注目を集め、 高校時代からカーブシュートスライダーも習得。社会人野球の米子鉄道管理局ともよく練習試合をしたが、そんなに打たれた記憶はないという。米子という土地柄、プロ野球はラジオで聞く程度であったが、港山球場で行われた大阪国鉄線を見たことがある。その時の印象として、阪神の渡辺昭三さんはコントロールはいいけど、球は遅いし、 国鉄の金さんは玉は早いけど、コントロールは悪かった。これなら、プロでもいけるんじゃないかと思ったと語っている。同年時に、米子東高の沢園杉原武俊がおり、一年秋から幾度となく、激闘を演じた。1953年の周期中国。 大会県予選決勝では1から2で赤敗し、2年時の1954年には夏の甲子園県予選決勝で延長10回の投げ合いの末に敗退するが、両校とも東中国大会に進む。堺校は1回戦で倉敷校に敗退し、木原の米子東高は優勝して、甲子園出場と明暗を分けた。同年の秋期中国大会にも進むが、準決勝で、 高不校に赤敗。3年時の1955年夏も県予選準決勝で米子南高に敗れ甲子園出場はならなかったが、木原の投球が評判の頃、起源を見に行ったスカウトが対戦相手の米田の投球を見て驚き、中央でも知られた存在になる。県内では他に倉吉能の種武義安氏が同期。最初は大学進学を考え、 慶応義塾大学の日吉倉運動でも練習していたが、卒業後の1956年、チームメイトであった外野手の浜田浩二と共に阪急ブレイブスへ入団。真っ先に誘ってくれた丸尾千年寺スカウトに恩義を感じて決めたが、その後、地元公演者の説得により、阪神とも急接近した。阪神のユニフォームを着て練習にも参加している。 阪急との二重契約が発覚したが、元最高裁判所判事の井上昇ボルコミッショナーの裁定により、阪急への入団となった。これにより、東京の国神公認から背番号18を引き継いだ。裁定は、両契約とも不備なく成立していることから、先に契約した阪急が優先という中立な裁定の形式をとっていたが、実際には、 ヨネダ本人に希望を事前に聞き、ヨネダが阪急を選択した。ヨネダは、金銭面の条件は、阪神の方が良かったが、背番号18をもらえるという魅力で阪急に決めたと、後に10回している。大阪タイガースのユニフォームを着て、練習に参加投球だけでなく、打撃にも自信があり、打撃練習では、チームの長距離打法であった、中田正宏よりも、打球を飛ばしていた。 最初は、打者転向を進められたが、打者としてダメだったらそこまでだが、投手としてダメでもそこから打者としてやっていくことはできると、投手としてやっていくことを決意。投手として、通算33本塁打は、金田正一に次ぐ、歴代2位。また投手として、唯一、満塁本塁打とサヨナラ本塁打の両方を、記録している。プロ入りオ打席目に、満塁本塁打を放っており、 これは1983年に駒田徳博が初打席満塁本塁打を放つまで最短記録であった。1年目の同年から9勝、2年目の1957年には21勝を挙げ、規定投球回にも達してリーグ3位の防御率1.86を記録。その後は右のエースとして活躍し、左腕エースの梶本隆夫と共に米梶ジコンビを成した。 1961年オフには、王貞春とのトレード話が持ち上がったことがあるが、この時は阪球サイドが拒否して、トレードは不成立に終わった。同様20年目の1965年オフにも、巨人へのトレードが内定していたが、寸前で不成立になっている。百六十二年には、リーグ最多の三十一脱三九百六十六年に十5勝で、 最多値を記録し、同年には通算200勝を達成。20勝以上を8回、歴代最長の19年連続2桁勝利を記録し、その当番数の多さと黙々と投げ込む姿から、ガソリンタンク、人間機関車などと形容された。なお、ガソリンタンクの本当の由来はそのスタミナではなく、上髪のようにいくらでも酒を飲むことから、酒をガソリンに例えて呼ばれたものである。 1967年には18勝を挙げて、球団史上初のリーグ優勝に貢献。同年の巨人との日本シリーズは4試合に登板し、第1戦の先発を任され金田正一と投げ合うが、6回4失点で敗戦投手となる。第5戦、第6戦でも先発するが早々に打ち込まれ、降板した。1968年には、 自己最高の29勝を挙げて MVP に輝き、同年の巨人との日本シリーズでは、第1戦で8回からリリーフに立ち、因縁の金田に投げ勝って、日本シリーズ初勝利を飾る。第3戦では先発し、堀内恒夫と投げ合うが、5回5失点で、敗戦投手。最終第6戦にも先発し、堀内とサイドの対決、6回を3失点に抑えるが、後続が打たれ、 日本一はならなかった。1969年のリーグ3連覇にも貢献するが、シーズン終盤には故障もあって、精裁を書き、巨人との3回目の日本シリーズでも、最終第6戦でのリリーフ当番のみに終わる。1971年には、史上5人目の通算300勝を達成し、巨人との日本シリーズでは、第2戦で山田をリリーフして、白星を挙げる。 最終第5戦に先発するが3回に2失点、敗戦投手となった。1973年は15勝3敗、防御率2.47を記録し、初の最優秀防御率に輝く。巨人との日本シリーズでも、最終第5戦に先発するが2回で降板、勝敗はつかなかった。山口隆が入団した1975年に、同番機会が激減し、 志願してシーズン途中に阪神タイガースに移籍。この時にはかつてのライバルであった小山正明が一軍投手コーチを務めており、当番感覚に気を使った起用で調整がやりやすかったとのことである。小山に代わって投手コーチとなった皆川六夫とは相性が悪く、阪神を1976年限りで自由契約になると、1977年には、 阪急時代の監督であった西本幸を率いる金鉄バファローズに高知県人として移籍。史上二人目の通算350勝を達成し、同年限りで現役を引退。通算戦当番を狙いたいとも考えていたというが、股関節が硬くなり、重心が高くなったことと痛風を発症したことから諦めたという。通算949試合当番は歴代2位。 現役最終年の1977年に記録を更新後40年間にわたり最多登板記録を保持していたが2017年に岩瀬ひとのりに抜かれた通算350勝は金田正一の400勝に次ぐ歴代2位で右腕では歴代1位350勝のうち阪神では在籍2年弱で10勝に終わっているが阪急。 近鉄時代に稼いだ340勝はパリーグ1位。通算敗戦数でも左腕では金田が、右腕では米田がそれぞれ歴代1位だが、他にも、脱三振、投球回数、被安打、吉四球は、この二人が左右の投手のそれぞれ歴代1位である。米田は、たくさん勝っている投手って、僕もそうだけど、金さん、小山正明さん、 鈴木刑事と弱いチームに長くいた選手が多い。強いチームに勝ちたいという反骨心が必要なんでしょうねと語っている。現役22年で肘や肩の故障はほとんどなかったことを誇りにしている。フォークボールも武器にしており、これはヨネボールとして有名。覚えたての頃はブルペンで投げていると指から抜けて観客の頭に当たってしまったほどだったが、後に習得。 村田長次がフォークを練習し始めた頃、ベンチに座って試合中も指先を鍛錬している、米田をじっと観察し、ついにその玉の握りを盗み取ったという。引退後は、西宮市でスナック、セナ350を経営する傍ら、毎日放送、関西テレビ放送、フジテレビジョン解説者を務め、1985年には、監督、吉田義雄の招兵で、 阪神一軍投手コーチに就任。開幕前の秋キャンプでは吉田が、休日前の外泊は原則認めない。宿舎での飲酒は食事中のみで、部屋での飲酒は厳禁、休日のゴルフは禁止と3つのキャンプ規則を発表した。際、米田は一人だけ反対を唱えた。同ヤツシュヘッド兼バッテリーコーチは、報道陣に、休日は体を休ませ。 明日への力を補充させるために費やすべきであると伝えたが、それは表向きの理由で、実際はこの規則を決めるコーチ会議で、コーチは個人的に選手を食事に誘わない方が良いという意見が出された。他の選手が妬むからというのが理由であったが、米田はこの会議の席で外泊してもええやないですか。それに僕は選手を連れて食事に行きますよ。お酒を飲んでも、 それで、翌日の練習に、よし、やるぞって気が起こればいい。厳しくするのは、それができなかった時で十分。その時こそ、厳しくプロの心構えを叩き込んでやればええんと、ちゃいますかと意見した。結局、ヨネダの意見は通らなかったが、選手の間から少しも怒りや憤りの声が聞こえてこなかった。首脳陣の中で一人でも、異論を唱えたコーチがいたことで、 選手たちの不満は爆発せずに収まった。在任中は中田義弘にお前を必ず復活させると言って復活させ、中西清樹をストッパーに推薦し、21年ぶりのリーグ優勝と球団史上初の日本一に貢献。1986年は開幕直後にブルペンへ追いやられ、同年限りで退任。 阪神対談後は1987年から1992年、途中まで関西テレビ富士テレビラジオ大阪解説者、日刊スポーツ評論家を務め、1992年途中から1993年までオリックス一軍投資コーチを務めた。オリックス対談後は三テレビ解説者、日刊スポーツ評論家を経て、1995年に1年だけ、 近鉄一軍投手コーチを務めた。近鉄対談後は日韓スポーツ評論家を務めたほか、山根俊秀らと共に鳥取県内で少年野球教室を開いたこともある。ありがとうございます。